アイテム番号 SCP-275JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-275JP は周りを高さ 3.5 メートルの一つだけで入り口のついた鉄柵で囲い外側に配置した常駐警備員2名に関係者以外の侵入の阻止をさせてください。侵入者もしくは調査用の D クラスが SCP-275JP 内に入って戻ってきた場合は、可能であれば直ちに X 線スキャンにかけた後、一般人には記憶処理を施してください。異常が見つかった場合には、無人調査機による SCP-275JP 内部の探索が行われます。また、SCP-275JP 外部で SCP-275JP A を発見した場合には、速やかに奪取、獲得し財団にまで輸送してください。もしくは、状況によっては SCP-275JP A の破壊も許可されています。説明。SCP-275JP は、編集済み、剣にある全長、M の、編集済み、配炭鉱を指します。文献には、1800年にこの配炭鉱は石炭が取れなくなったせいで廃棄されたと書かれていますが、現在2000年の時点では SCP-275JP 内部からは石炭の鉱物を取ることができています。この物質を SCP-275JP A と指す。SCP-275JP は、人が内部に侵入し、その後外に出ると異常な特性を発現します。侵入者が SCP-275JP 内部から脱出すると、彼らの筋肉や骨、脳等の人体のパーツたちが、体幹や生命維持に関わっていない限りは痛みや実感を伴わずに消え失せてしまいます。そして、おそらくそれと同時に SCP-275JP 内部に、彼らの喪失した対応するパーツに造形が類似する SCP-275JP A が大量に発生します。SCP-275JP 内部では、SCP-275JP A が所々に散見できます。SCP-275JP A は、内部を奥に進めば進むほど他の種類の SCP-275JP A たちと絡まり合って、奇妙な様を見せるようになってきます。これらの SCP-275JP A は、時間が経つと自然にその場からまるで採掘されたかのように消え失せます。2000年月日に、地元の学生が、肝試し、と称して SCP-275JP 内部に入り大量の SCP-275JP A を目撃し、また SCP-275JP から出たことで重傷を負ったことから、SCP-275JP の奇妙な性質が発覚しました。学生と彼らに関わった一般人には記憶処理が施され、エージェントが SCP-275JP に派遣されました。その後の他の犠牲と無人調査機の成果から SCP-275JP の性質が判明し、SCP として分類されることになりました。ポイ1以下の歌詞は、まだ稼働していた、編集済み、配炭鉱で、当時の鉱夫たちが歌っていた歌です。田地から込めて鶴橋ふりゃ、ざっくりざっくりおまんま様よ、すすう拭えば輝く汗よ、石炭求めて掘り起こせ、煙のボウボウ上がる先、オラがかかあが待っている、天まで届けやオラが力、オラたちが憩いのおまんま様よ。上記の歌中に挙げられている、おまんま様、が、石炭を示すのかどうかは現在調査中です。ポイ2。対象2000年、月、日、に SCP-275JP 内に侵入した学生5人のうち2人。また、そのうちの1人は下顎骨が失せており、呼吸を確保するために装置が付けられている。インタビュアー、当時、学生たちを治療していた病院に潜入していた財団職員の、カルテ作成の名目でインタビューを行った。吹き、
学生5人のうち3人が SCP-275JP から脱出する際に、心臓の喪失、全身の皮膚の喪失による血液の流出、両目の喪失のせいでの転倒によりそれぞれ死亡していたために、生存者の2人は精神的に不安定になっていました。後にエージェントにより、対応する SCP-275JP-A が SCP-275JP 内部で確認されました。録音開始。さて、まずは名前を言えますか？学生のうちの一人、以下 A とする。俺の名前は、こいつは、だ。こいつは何も喋れないからな。もう一人の方、以下 B とする。うめき声を出す。によれば、首を縦に振っていた。了解しています。検査の結果、A さんは両足がももの付け根から失せて、B さんは下顎骨が失せていますね。どうしてそうなったか、経緯を説明できますか？ A、遠慮ねえな。てめえ、俺たち5人は、学校が休みで暇だったんだ。暇でしょうがねえからあのがコンビニでたむろったりさ、カラオケに行ったりして。すみません。要点を話してはくれませんか？ B、無言でうなずく。A、ああ、クソ、畜生の野郎が面白そうなとこがあるんだ。肝試しいかね？って言い出したんだ。俺たちはそんなのにうなずくべきじゃなかった。入った時からおかしいと思っていたよ。おかしかったとは、何が？ A、黒い骨だとか筋だとか、わけのわからないものが大量にあったんだよ。が笑いながら転がってるのを蹴るから。俺たちもそれに続いていたんだ。こんなのただのトリックだって。B、体を震わせながら何度も首を縦に振る。によれば、奇妙な振る舞いを先ほどから続けていたようだ。大量の骨、おかしいですね。あの付近で殺人事件が起こったことなど滅多にありませんよ。A、うるせえよ。物がぶつかる音。A が手元の体温計を、に投げた音である。とにかくあったんだ。そんで俺たちは先に進んでた。そしたら、B、体を左右上下に揺らす。によると、目の焦点がバラバラになっていたらしい。一旦インタビューは中止にしましょうか？ A、ああ、あいつだ、あいつのせいだ。あいつのせいで俺たち皆こうなっちまったんだ。あいつがやったんだ、あいつがやったんだ、あいつが。A もだんだんと目の焦点が合わなくなってきている。ちょっと、落ち着いて。あいつとは、A が暴れだし、B が自分の喉をかきむしり出す。ああ、もう、早く来てくれ。患者が暴れ出した。鎮痛剤。違う。鎮静剤。この後、騒動の音が聞こえ、23秒後に録音終了。終了報告書。この後、A と B にいくら着付けや治療を施してもまともな回答は返ってこなかったので、記憶処理を施しました。よって、SCP-275JP の調査にはエージェントを向かわせました。ホイさん。付き、エージェント、には、音声の送受信が可能な音声受信機と一般的な武装防具を装着させました。カメラは、エージェントの派遣が急だったために用意できませんでした。記録開始。エージェント、です。聞こえるか？本部。ああ、聞こえる。それでは、配炭坑内に入ってくれ。SCP-275JP に侵入するまで、エージェントの歩行の音が聞こえる。エージェント、侵入完了、灯りを灯す。内部は普通の廃鉱山って感じだ。異常は見受けられない。それじゃあ、進む。エージェントの歩行音が聞こえる。本部、ああ。学生たちへのインタビューによると、そこには何かがいる可能性が高い。十分気をつけてくれ。エージェント、化け物でも出るってか？こういうところじゃあ個人的にはそっちの方が楽だが、うわっ。エージェント、人体、骨、心臓、目、全身の皮膚、
の大量の石炭だ。人体のパーツの形をした石炭が同じ型でそこら中にある。本部、その鉱山は1800年に石炭が取れなくなったから廃棄されたはずだが、皮膚の石炭の砂湾に何かが刻まれていないか？エージェント、ああ、文字が読み難いが刻まれてる。俺マジ、ラブ、だ、頭が痛くなるな。本部、わかった。その皮膚と、おそらく他の石炭も、最初に侵入した学生たちのものだ。一つずつならまだしも、それが大量にあるとは、注意して進んでくれ。エージェント、わかっている。すごいな。ところどころで違う形の石炭どもが絡まり合ってるぞ。彫刻みたいだ。この後十数分、似た報告を続けるエージェントの音声と歩行音が聞こえる。石炭は進むごとに絡み具合がひどくなっていたらしい。エージェント、待ってくれ。この先から、何か、うめくような音が聞こえるぞ。銃を構える。本部、こちらには何も聞こえないが、風の通り音ではないのか？エージェント、いや、この音は、明らかに何かが出している音だ。クソ、化け物か。気がめいっていたところなんだ。さらに気がめいる。この後数十分ノイズと共にエージェント、の報告と歩行音が聞こえるが、結局化け物とは、せず。エージェント、ついちゃった。ここが奥地みたいだな。もう石炭どもは、絡み合いすぎて原型がわからなくなっているよ。本部、化け物のことが気になるが、なら、一旦帰還をしてくれ。後日そこに再度調査者を向かわせよう。エージェント、結局学生どもは何を見たのかね。途中の分かれ道にでもいるのか？帰還する。この後、SCP-275JP の出口に着くまでエージェントの報告と足音が響く。道中、何も問題は起こらなかった。エージェント、じゃ、今回の調査はこれで終了か。ここから出るぞ。本部、わかった。出口付近で待機していてくれ。回収をさせる。エージェント、おい、だらだら待つことにするよ。お疲れ様でし。少しの足音の後、急に通信が途絶える。本部。本部、どうした？何かあったのか？応答をしろ。本部、クソ、おい、編集済み。鉱山にいくらか人員をよこしてくれ。何かが起こった。記録終了。報告書、SCP-275JP の入り口では、エージェント、の装備のみが見つかりました。後日無人調査機を SCP-275JP に送ったところ、エージェント、の人体そのものの形をした SCP-275JP-A が大量に確認されました。また、これ以降の D クラスによる SCP-275JP 探索実験では、途中で全員が、何かがうなるような声、を報告しました。しかし、これまで何者もその、何か、に遭遇したことはありません。今現在財団では、何か、が SCP-275JP 内に訪れた者に現れるミーム的汚染の結果だろうと言われています。メモ、あいつは良い奴だったんだがな。俺たちはもっと、あの学生たちから情報を聞き出すべきだったんだ。出口から出るとき何が起こるか、あいつとは何なのか。きっとそれがあいつの死の原因だ。博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。